おはようございます。釣り子 TV です。今年買う予定だった釣り竿が1本ですね、釣り具屋さんに入荷したっていうことで早速購入してきました。これね、結構楽しみな竿なんですよね。まあ丁寧にこう袋が汚れないように梱包してくれてますけど、もう早速開けていきたいと思います。これどんな、まあ、ビリビリって破っちゃうわけですけども、ほっよいしょよいしょ、はい、わー、竿袋、あーかっこいいな。これエジプトデザインの竿買ってきましたよ。でここに品番書いてありますね。 WSS の G62L っていうことで、グラスのスピニングロットを買ってきました。今年ね、あのシマノのゾディアスも買ったので、これでこの手の竿2本目っていうことなんですけども、ぜひ持ってね、どういう感じで違うのかっていうのを試してみたくてですね、まあシマノのゾディアスの 60ML の G ね、あっちはミディアムライトパワーで、これは、レジットデザインさんの竿で L パワーで 6.2 フィートっていうことで、ちょっとだけ長くなっているということで、まあ早速ですね、開けていきたいと思います。あー、いいね、このね、はい、出てきました。これねえ、色がね、いわゆる昔ながらのグラスロットって感じで、この茶色いブランクスで、ただね、ここら辺のガイドセッティングが最新の仕様になっているっていうことで、こんな感じでね、ちょっとね、バットの方やっぱり太めですね。過去展示会で何回も触ってきたんですけども、改めて持ってみるとやっぱバットの方がこう太めで、で、L パワーっていうことなんで、先端に行くにつれてこうね、あ、つっても L パワーって言っても結構ね、パワフルな竿なんじゃないかなと思って、あー、いいですね。まあここら辺梱包されてますけども、これもね、向いて早速ね、リールなんかもつけていきたいと思います。細かいところがね、また後で元の動画なんかで入っておきました。はい、こんな感じ。じゃあね、早速リールをつけてみたいと思うんですけども、リールはね、最近使っている古い型ですけど、シマノコンプレックス GI4、 これにね、 PE ラインを入れているんで、これをね、ちょっとつけてみようかなと思って、リールつけてない状態で持つとね、一瞬あのやっぱグラスなんで、あ、少しやっぱ持ち重りするかなって思うんですけども、まあさすが最新鋭の竿なんで、この今時のリールをつけるとちょうどね、こう手元に重心が来て、まあただね、こんな感じかな、ここら辺に支点がありますが、ということで、まあね、こうやってリールをつけた時にちょうど少し手元のこの指先が、まあこの握り方をした時にこの指先のあたりにちょっと重心が来るかなって、こういった塩梅で、まあ、こうワームの専用の竿だとね、この角度でね、上の方で、バランスが来てると、その1日シェイキングするのにしやすいよなんていう感じなんですけども、これの多分コンセプトはね、あのスモールプラグとかをビシバシと、投げてっていう使い方が主になってくるみたいなんで、ということでここら辺にね、この重心が来ているので、こんな感じで持った時にちょうどなんかね、バランスよく、一
番軽く感じるっていうか、そんな感じで持てております。まあ、せっかくなんで糸も通してどんな曲がりになるのかということで、でガイドは後ろから1、2、3、4、5、6、7、8、結構ねガイドがついております。でめちゃくちゃマイクロガイドっていうわけじゃないんですね。そこまで小さいガイド系じゃないんですけども、なんですかね、この独自のセッティングで使いやすいように仕組まれているんだと思いますが、まあ、こんな感じで B ラインを上げて曲げてみると、パッドの方は結構残りますね。この先端の方は素直にしなやかに曲がって、いわゆるレギュラーテーパーといった感じですかね。非常に癖のない曲がりをしてくれているんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、どうでしょうか。まあまあまあこんな感じで釣りしていこうかなと思うんですけども、前回買ったね、やつがグラスコンポジットで、それでもってミディアムライトパワーなんで、結構ねちょっとしたパワーフィネスみたいな感覚で使えたんですけど、こちらは表記的には L パワーなんで、どういった使い分けをしていくかっていう感じで今から楽しみなんですけども、 3.5g から 11g ほどのルアーを使うのにいいよというところと、あとラインは12ポンドマックスだよということなんで、まあ、この P ラインはねちょっとね、強めのパワーになっちゃうと思うんで、まあ、ドラッグとかを効かせてねやっていこうかなと思うんですけども、こんな感じで P ラインで組むとより飛距離なんかも出て、いいんじゃないかなんていう風に言われております。で買った時にね保証書と、あとは顔の説明書きが書いてあったんでちょっと見ていこうと思うんですけども、まずね、面積額なんてのがドンって書いてありますけども、もしね故障したりした場合は1万4500円で、購入日より、そうですね、1年間になるのかな、直してくれるよっていうことだと思いますが、こういうね、説明のこういった紙がついているのでちょっと見ていきたいと思います。ですね、かかるバレない比類なきパフォーマンスはグラスだからこそっていうふうに書いてありますね。 WSSG62L、ね、で重さのこれぐらいのルアーで使ってくださいって表記が書いてあって、グラスブランクの特性を生かしたバイトへの追従性、かけてからバラしにくさはスピニングタックルにも当てはまりますということで、タイニーサイズのシャットなどベイトタックルでは投げにくいハードベイトを使う上で、ベイトタックルにつきもののバックラッシュの不安、距離不足に対する解決策としてのスピニングタックルという選択肢、大胆にビッグテーパーにデザインされたパッドから絞り出されるパワーで反発力の低いグラスであっても飛距離を生み出すことが可能になっています。 P ラインと組み合わせることでさらなるロングキャストが可能になり、ラインの伸びの少なさをグラスで補う相乗効果でワンランク上のスピニングクランキングを体感できますということで、ここで書いてあるのが、ここがこうビッグテーパーっていうことで、こんな感じでね、まあ極端に言うと後ろの方が太くて、で先端に行くにつれて細くなっていく、このビッグテーパーによって飛距離アップに貢献しているよ。でやはり推奨はこういった新素材の PE ラインとかでやるとちょうどいいよということで書いてありますので、でまあ小型のタイニープラグの、まあ、クランキングとかにベストだよっていうことなんですけども、まあまあまあ使ってみたいのは、自分なんかは最近グラスコンポジットの竿の方では虫パターンにすごい相性がいいんですよね。なんか癖なくこう一泊置いて魚がしっかり乗ってくれて、で船にもスムーズに上げられるっていうことで、虫パターンと相性がいいんじゃないかななんていうふうに試しているんですけども、こちらの竿もですねちょっとだいぶオーバーハングの下に虫食いパスなんかが増えてきたんで、そういったところに投げようかなと考えております。でなんでこんな
グラスの差をグラスの差をって言ってるのかって言ってやっぱ原体験があるんですよね。自分の場合はツイールのねちまちま5、こういった昔の名ロットがありまして、それでですね、まあ小さいちまちまプラグとかを投げて虫みたいに日々動かしてバイトさせる、ね、ちまちまの釣りっていうのが昔のスイールの釣りでは、あったんですけども、その時に使っていた竿がありまして今持ってきたいと思います。はいね、今でもたまにですね現役バリバリでそのちまちまの釣りなんかをする時には使っているんですけども、これねいわゆるイメージにあるちまちまの香りスペシャルって赤と白の綺麗なフランクス、まあ、最終的なちまちま5っていうのは、カーボンの竿になってくるんですけども、その前のねこれねチャコール色っていうか古いこれちまちま5なんですけども、これっていうのが実はグラスのはずなんですよね。非常にこのしなやかで小さいトップウォーターとかをパキュンって飛ばすことのできる、グラスのブランクス、こういったですねちまちま5っていう竿がありまして、これでね小さなプラグの池とかでパキュンと投げてちま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 動かして、でライトラインでね40センチぐらいのバスでも非常に、スリリングに楽しめるよっていうね、多分だから今流行っている虫パターンとか提灯釣りでこう引っ掛けてねバスを誘い出すなんていうのはこういったツイールのまちまちまプラグから始まったんじゃないかな、柏木さんなんかがおすすめして始まったんじゃないかなっていうことで、で今表記を見るとこれもねちょうどね、3g から10g っていうことで、こんな太さには差があるんですけども、でこれすごい使いやすくてねちまちまファイルって今でもたまに使うんですけども、ただねどうしてもね普通の一般の釣りの時ってこれの上のねちまちま6、ちまちま6になると今度カーボンになるんですけどね、それでこのちまちまの釣りっていうのはやっていて、でまあ野池とかあとはフローターとかでちまちまで遊びたいななんていう時はこのグラスのちまちま5を引っ張り出してくるわけなんですけども、全体的にレンタルボートとかおかっぱりとかで使いやすいってなるとやっぱりこの6フィートぐらいの長さがあった方が使いやすいんじゃないかなっていうことで、それはもうぜひ揉んでほしいなと思ってですね発売を待っていたんですけども、そのちょっと前にねシマノのゾリアスのミディアムライトパワーの6フィートの竿は出てきたんで、まず持ってそれを買ってみたら、まああれはねすごい使いやすくて45アップとかいくつか魚を釣らしてもらったんですけども、非常に使いやすい。でまああっちがミディアムライトパワーなんで、こっちはね L パワー表記なんで、ちょうどなんていうんですかね使いどころが被ることもなく、であとはこっちはグラスコンポジットでなくて本当にもうグラスしか使ってないよっていう、このいわゆるしなやかなね透けるようなグラス特有のブランクスで、よりダルンダルンとした感じなのかなっていう、ここら辺でですね使い分けていこうかななんていう風に考えております。これねちょっと思いのほかねデザインもクラシカルな感じでかっこいいので、早速ね使ってみようかななんて思うんですけども、これね横にはこういった感じでこの前買ったゾディアスのね、ミディアムライトパワーの G にねこういった感じで2つ並べてみたんですけど、まあよくよく見るとねこのバットの太さであるとかガイドの、まあ、取り付けの塩梅とかねこう全然違うんで、で値段もねこっちはね3万円近くするんですけども、こっちは1万ちょいで買えるよっていうことで、ここら辺のねどういった感じで今年ね2018年に2つのグラスロットが出てきたんで選んでいけばいいかななんていうのも実調の方のねインプレッションでお伝えしていければなと思うんですけども、まあ単純に考えるとこっちの方がねまあ、軽いっていう感じで、まあ、こっちはねいわゆるもうザ・グラスっていう感じなんで、6
雰囲気も感じ方も違うので、ぜひねそこら辺のどういったところでどっちを選べばいいのかななんていうのをせっかく2本買ったんでお伝えしていければななんて思います。で、まあ今グラス過ぎてるんで、ここら辺の往年のね名作のちまちまシリーズのこの古いモデルね、グラスが使われてるようなの、これめちゃくちゃね、あのグラスなんだけど5フィートしかないんでめちゃくちゃ軽くて、軽快なんですけど、こんな感じでいよいよ揃ってきたんで、今年はですね最近やっていなかった巻物のね、小さい巻物の次ね、こういったところも積極的にですねご紹介していければななんていうふうに思います。まあ、これなんかねクローターとかでも使うんですけども、まずはねこの2本でどんな感じで使い分けていくのかな、自分なりのね説明していけるところを、見つけていければななんていうふうに考えております。というわけで、あとね手元の動画の方でこちらの最新鋭のねレジットデザインの62の L どういう部品が使われているのか見ていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということでね、レジットデザインのグラス座を手元で細かく見ていきたいと思いますが、まずねバットはこんな感じで、なんというか圧縮コルクっていうんですかね、このまあ目が抜けにくいこういう特殊なコルクが使われていて、でこう来てですねこっちを向くと、レジットデザインっていう風に書いてありますね。でねここがこんな感じで上でクリクリやるタイプのリールを止める部品ですね。これがありまして、でちょっと行くとフックキーパーね、これがついております。まあこれにこうピッとかけるよっていうことで、でシンプルにメーカーのロゴですね、レジットデザインと、あとワイルドサイドシリーズなんでワイルドサイドというふうに書いてありまして、裏の方を見ると型番と、まああと 3.5g から 11g ぐらいまで使ってねということと、ラインは12ポンドマックスだよということで、まあ今 P ラインもねだいぶ強くなっているんですけど、まあ 0.85 から15直径ぐらいの P ラインが使いやすいよっていうことでいいんじゃないかなと思いますが、そしてガイドね、こんな感じで、まあ SIC ガイドですよね。ここら辺をまあトルザイトとかにしたらもっと軽くなるんでしょうけども、コストの方も多分だいぶ高くなっちゃうと思いますんでね、いわゆる SIC のガイドが採用されてるかと思うんですけども、ただこう PE ラインとかがですね多分絡みづらいようなこの先端の方まで行くとこんな感じですね。このクイッとね先端の方が素直に入ってくれる、まあ、何にしてもねやっぱグラスなんで、まあそこまで軽くはないとは思うんですけども、このねビッグテーパーデザインっていうことで特徴的なバットの方が太くて先端に行くにつれて細くなっていく、これによってかなりまあ、飛距離に貢献してるよっていう風にも書いてあったんですけども、確実にバスをかけてからのやり取りが楽ちんになるんじゃないかなっていうところにすごい期待しております。バスがこう根負けして、浮いてくるようなその絶大なトルクを持っていてほしいななんていう、ただ単にこうベランベランのベロンベロンでのされっぱなしで終わっちゃうなんていうことはないんじゃないかなと思うんですけどもね、早速もうだいぶハイシーズンに突入して、バスもね徐々にスポーニングから回復して元気な状態、なってきておりますので、そんな元気いっぱいのバスに向けてですね、これで、虫ルアーもしくはタイニープラグとかを投げてですね、使用感なんかを今後インプレッションしていければななっていう風に考えております。というわけでですね、本日の釣り子 TV はこちらですね、待ちに待ったレジットデザインのピュアグラスを使ったですね WSSG62L ね、ワイルドサイドの竿ですね、これを買ってきてみたいな、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。グラススピニングならではなね
大きくないけど、このちっちゃいミノがしっかりと乗るね、これはまさにワイルドサイドのグラスだからできた技じゃないかなとね。結構いいとこにちゃんと待ってね、はい、ほんと針先が乗るだけみたいな感じですが、ありがとう。風ビュービューでね、ちょっとミノとかどうかなと思って、もう昼ですけど、やってみたら連れてくれました。